様子を見る、見ることができるときには外してみてれば、見ててもいいですかね。うん、あの様子が見るときは、見れるときは外してあげてください、はい、そうすると多分この子さ、こっちゃん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 、すみません、3850円、次あれば、次あれば入ってきたい、次あれば、うん、うんちってさ、着てないですよ、昨日、今日って、まだ次あらば、元気です、うんち、今日してます？いや、今日はしてないですね。してないですか、はい、昨日もしてない？でそれではさっき言ったの、昨日買い物に行ってここちゃんのかなっていうのがあったんですけど、ちょっとはっきりはしないと、はい、すみません、チェックがしっかりちょっとお待たせしなかったです。警備に入れとけばよかった。あら、おしっこって知ってます？おしっこしてます。今朝はしてない。あ、今朝はしてない、はい、昨日は帰ってからは、こんなパンパンに溜まってるから、うん、これは帰ったらすぐしてほしいみたいに溜まってますね。そこでペットシーツ引いてあげます。あ、引いてます。はい、脈見るよ。そういえば戻してないんですよね。はい、戻してなくて、昨日いただいたあのサプリの方も全部夜も飲めました。飲めました、はい、はい、わかりました。で、吐くとかそんなのも何もなかったんです。もうちょっと今日もちょっと栄養補助しますね、はい、で昨日は初めてだった 10g だったから、はい、20g だし、はい、じゃあちょっと手伝ってください、はい、じゃあ準備は 20g 用意してもらいますので、はい、でどこまで食べれる範囲で、ね、はい、それから帰って夜だったんですけど、しました、おしっこ、結構出ました。はい、普段以上に出るはずですからね、うん、はい、うん、ラゴさん、ちょっと10秒か20秒ぐらい撮影しておいて。好きだと、その僕よく動くんですけどね、お腹がまたざらなるかなと思って。あのエリザベスカラーじゃなくて、ええ、あの洋服です。あ、洋服ね、はい、洋服だと、洋服だとすごくよく動きます。あ、うん、エリザベスカラーもね、結構慣れる子は慣れちゃうんですけどね。そうですね、この子はなんでだろうって。結構もう慣れて、それつけたままでも結構動く方が多いんですが、つけた花はね、固まっちゃいますよね、みんな。感じが良くなってきてるから、ちょっと怖いな。はい、これがお耳。
インターフェロンね、これはね、風邪の予防です。湿疹は今日は朝にして来てないですね。はい、いいですよ。すみません。で、昨日の夜はビクタスクリームをつけました。やっぱりあのどっちかが病院行ってどっちかが病院行ってないとやっぱり匂い、ここの匂いがついちゃうから気になるかもしれない。でも頭のところをペロペロして頑張ったねって言ってます。かんちゃん、かんちゃん結構優しいです。猫には人間、私には厳しいです。そうですもう無理やりこうやってと、動物の動画見るとそういうのありますよね。お互いに舐めてるんだったり、いろんな動物の子たちだし、舐め合ってコミュニケーション取るんだよね。特にこの上の方ね、自分で舐めれんところを舐め合いますよね。だから この辺をこうやって舐めて、うん、自分では舐めない。ここからここぐらいは舐めれないですもんね。で、ここからしたら自分で舐めれますから、大体中指したとこから上を舐め合います。いいね、美味しいね。いちご味美味しいね。そこね、ここで好きなの。ちょっとだけね。気持ちだけね。よくやれるんですよね、お家でね。